ます。始まらない？はい、間に合うんだよな。いけたよ。ありがとうございます。よし、今日もよろしくお願いします。いつもの感じで最初の「チャンチャカチャカチャカチャンチャンチャン」「チャンチャカチャカチャカチャンチャンチャン」「チャンチャカチャカチャカチャンチャンチャン」「チャカチャカチャン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 」「ミキー3分トーキング」「ほーほーほー」月の綺麗な夜でした。旅人は今日もお城の前で門番の仕事をしていました。女が一人お城の窓から顔を出して歌を歌っていました。小さい頃は純粋無垢と言われてたけど、今は嘘つき、大人がみんな大人に見えた。今はわかるよ、子供だらけだよ。夢は夢のままで、夢はキリがなくて、生きているうちに叶えられるような気がしない。でも増えていくシミとシワ。ブラボーブラボー。はい、こんばんは。そして減ってく。うるさいうるさい髪の毛。うるさいよ、やだから。母じゃないよや。歌ですよ、ただの。あ、そうすか。別にね、あの、うん、あなたのことじゃないですよ。もういいです。もういいですよ。まあ、ところで、はいはい、まあ、今日はなんかお客さんがいっぱいですね。本当ね。このお城はいつも誰も来ないのに、うん、朝から大忙しいですよ。うん、あ、今日ね、うん、お盆ウークイなんですよ。はい、3日目ね。最後の日だから特に多いんですよ、いろんなのが。なんかお祝いとかしてるんですか？お城で？うん。あ、久しぶりにね、みんなで集まってパーティーしてます。うん、いいっすね。王様とお妃様も久しぶりに来てるんですよ。いや、王様とお妃様いつもいるじゃないですか。うん、違う違う。今日は、うん、本物が来てるんです。本物？はい。え、どういうこと？このお城、うん、お姫様以外みんな代理ですよ。お姫様がね、お姫様がなかなかしぶとくね、長生きしてるんでね。あ、じゃあ他の人は死んでるってこと？え、悪いの？いや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 、悪くはないけど、うん、お姫様ね、うん、いかんせん一人っ子で、あの方、はあはあ、結婚してないんですよ。それでね、お城の後継ぎがいなくて、まだね、死ねないんです。うん、で、今いくつなんですか？うん、多分500歳ぐらい。怖っ。まだ死ねないっていうね。私は人生このままじゃいけない、死ねないっていう思いですよ、結局人間って。あ、そう。うん、いや、もうなんか違う気するけど、まあ。誰かいい人いないかな。いや、もういいんじゃないですか、うん、もう。なんか、そんなあれじゃないでしょう。お姫様どうね、一応門番さんよりちょっと年上だけど。ちょっとどころじゃない、500歳でしょ。ダメか。まあ、代理ってどうやって探してるんですか、それ。え、お城の人たちの、あ、 あれね、うん、みんなクローンですよ、私以外。私しか本物いない。クローン、もう今風なく。わ、すごいな、もうそれマジで。あ、そうっすか。このお城どうなってんの、大体は。あのね、そうなってるの。あ、そう、もうそうなってる。もうふわっとそうなってるわけね。過去と未来が入り混じっている。ああ、ファンタスティックな感じで。何がうーだ。門
番のところで今日ウークイだけどさ、はいはい、見ました何か。何か見たか。質問おかしくないですかそれ。何か見た。いやいやいや何も見てないですね。あそう、ずっとここにいたの。ずっとここです僕は。まあそうですね、あのお盆3日間ここですね、うん、僕ね。いると思うけどな、ここら辺、特にこの FM 小皿辺って。いやでもそんなあれは気にしないです僕は。見えないし、何かあるといいね。うるさいよや。ということで、上条美希の漂流ラジオ始まり始まり。こんばんは。8月28日金曜日、うん、はい、漂流ラジオの時間です。よい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 という よって言いたかったわけ。もういいとかそういうのつけ出したらおじさんですよ、あなたも。本当か。そうですよ、おばさんでもなくおじさんなの。もうそうです。そう あなたの未来におじさんしかないですから、おばさんはないですから選択肢に。あるわ、まだおばさんになってないから。今から おばさんっていう選択肢あるわ。あ、今からですか。正規さんの未来にはもうおじいさんっていう選択肢がない。まあ、そうだろう、そうだろうね。大体そうですよ、メンズは。あのさ、はい、今日さ、ウークイじゃん。そうだね。今日さ、ミキ、ウークイ行ってきたじゃん、おばあたち家に。行ってきたじゃん、今知らないですけど。はいはい、行ってきたじゃん。あのね、お腹いっぱいだわけ、今。ああ、そのこっちね、うん、食べれ食べれして、カメカメされたわけですな。うん、どうなの、上条家は、お盆は盛大にやるんですか。うんと、普通。普通。うん、あれね、やっぱ親戚とか来るでしょ。あ、来るよ、うん、けどさ、今さ、うんとさ、いろいろさ、うん、あのお母さんのところもお父さんのところも喪中が重なって。あー、そうなんだ、うん、ちょっといつもよりは、身内な感じだよね。あー、まあそこまで派手にはやらずということな、うんうん、でもさ、改めてさ、うん、この仏壇とかさ、うん、お盆とかでさ、みんな集まるとさ、うん、なんかさ、やっぱりさ、生きてた人が死んでいくって思ってさ。え、あ、そういうのを感じるわけですか。おお、生きていた人って死ぬんだなって思って。いや、まあ、まあそうね、まあまあそう、まあお盆って、まあ、そういう絡みの行事ですからね。でもさ、今まではさ、うん、ほら、死んでた人だけだったから。え、今までは私が知ってる人がさ、亡くなったことっていうのがなかったわけ。ああ、そういうことね、うん、はいはいはい。だから改めて、うん、なんか回るんだなと思って。やっぱりこう近い人がね、そうなると感慨深いところはあるよね。そう、ちょっと感慨深かったな。いやー、まあみきちゃんまだね、うん、若いからいいんですけど、うん、僕の年になったら、うん、すごいっすよ。何が。お葬式続きですよ。わ、あんまりラジオでこういうこと言うもんじゃないかもしれないですけど、うん、もうすごいですよ。あ、そう。結婚式よりお葬式が多いですから僕の場合。マジか。マジか。そうなんですよ。あ、じゃあそうやっていろいろ経験して、はい、今の正規さんの顔だわけね。まあ、まあ、顔に出てるかどうかっていうのはまたあれなんですけども。マジか。だからもう葬式帰りのこの塩の巻き方とかも僕は慣れたもんですよ。あ、塩巻く派。巻きますよ、やっぱ。まあなんかやった方がいいんだろうなぐらいのイメージ。ミキ、塩巻かない派。なんで。なんか、ウェルカム精神がそうさせてるんですかね。うん、別にミキについてくる人いないんじゃないか。あ、そういうこと。あ、そっちの話な。そっか、でも関さん宮古だからさ、はいはい、あれか、お盆帰ったりしないか。いや、まあうち親戚も結構この沖縄本島に来てるっつうのもあるし、うん、まあ宮古にももちろんいるんだけど、うんうん、お墓もないしね。あ、そうなんだ、うん、まあ、なくもないけど、そんなに1年に1回墓参り行くような程度のものはなくて、うん、そのなんちゅうの、分譲マンション的なお墓あるじゃないですか。あ、ちょっと近代的な感じね。建て売りの沖縄捨てた感じ。捨てちゃいないけど、まあ、そういうところにやっぱりあの預かっていただいてるっていうのはあるんだけども、あ、まあ、やっぱりそういうのは管理してくれてるからね。あ、まあ、そういうので安心はしてるんだけども。あ、じゃあ安心して、この3日間は、うん、FM 講座に励めると。そうですね、いうことですか。やっぱりみんなあの忙しい方多いんで、うん、あの沖縄の行事ですから、はいはいはい、はい、
オッケー、オッケー。ということで皆さん、なんとなんと、ええ、今日ですねゲストさんいますよ、うん。そうなんですよ。びっくりだね。びっくりじゃ、あのね、今から心配なのよ僕は。私も。なんでこの番組なんだっていうのはあるのよ一応。あのさ、うん、あの東京から、はいはい、女優さんというかタレントっていうんですか、はい、そうですね、っていうか、うん、とても綺麗な方がね今見えてるんですけれども、まだお互い詳しく知らないので。そうなんですよ。ふわっとした説明になってますけど。そうですね、一曲お届けした後で、はい、たっぷりお話聞いていこうかな。はい、はい、皆さんぜひお楽しみに。ということで今日のオープニングナンバーお願いします。はいよ、たまにはちょっと新しめの曲からいこうかなと思いまして お送りしましょう。イエイリレオで君がくれた夏。うん、お母さん、はじめまして。NUJ さん、こんにちは。皆さん、今日なんとですね、東京の人知ってますかね、あの黒崎彩香さんという方がいらっしゃいます。今から向かいますので、お楽しみにということで呼んできます。いいよ。ぜひさん、こちらへお願いします。どうぞ。ツイキャスと、はい、ニューストリームで配信してるんですよ。はい、で彩香さんの方でツイキャス抜けましょうね、はい、あ、そっか、そしたらそのこれですか。今どうだ、これですか。どっちでもマイクは2番にしようかな。これは何番。これは2番。これでお願いします。はい、これヘッドホンしてもいいし、しなくてもいいけど、うん、すると何が違います。ラジオっぽい。ラジオするとラジオっぽい。お、こんにちは、ペッチョチョさん。あ、面白い。そうそう、リアルタイムでコメントが。はい。そうですね。OK、じゃあツイキャスの場合は、はい、曲流れてる間も映像流れてるんですか。あ、流れてます。曲は聞こえてないですけど。あ、逆に、うんうん、なんかかすかにささやき声ぐらいでみんな聞こえてるって聞きますけどね。そうそうそう、このペッチョチョさんっていう人はね、FM コードで番組持ってるんですよ。へえ、ペッチョチョさん、はい、かわいい名前。本名は平安さんです。本名は平安さんですか。うん、まあ、夜だからね、うん、誰も聞いてないから。それでは、昨日に来た。もうまだ夜だからなかなか沖縄感感じてないんですよね。あ、着いたばっかりですか。はい、そっか。そうなんですよ。いつまでいるんですか。うん、月曜の早朝に帰ります。おー、じゃあ週末は、はい、うん、いいですね。蕎麦ばっかり食べたりする。そう、いや私海ぶどう食べたくて食べたくて。あー、美味しい、美味しいですよ。まずね、早くオリオンビールが飲みたい。あー、ミキね、ビール嫌いな。飲むな。飲むな。あ、平安ですって。平安。平たい、安いとか言って。あ、もうあの平安時代の平安さんです、ね。平たく安いとか言って。説明、説明。確かにそういう言い方するとちょっとなんかあれね。これをすると確かにぽいですよね。ですよね。ぽい。ちょっとね、こっから聞こえる音がね。ね、そうですね。ここは聞こえないんですけどね。ミキはね、ここからすごい聞こえる。うふふ、何がうふふ。あ、すごい、この時間でも8人の人に。あ、いけちゃった、いけちゃった。なんかね、このラジオでツイキャスっていうのがあんまりないらしくて。あ、そうなんですか。うん、この喋ってる間に、うん、このこっち全然見れないんですよ。うん、だからね、どんどん減っていくんですよ。あ、うん、全然コメントとか見れないから。でもユーストリームもありますしね。一応カメラは今あっちだな。うんうん、でこの沖縄市一帯の方たちとかが電波で聞いてるので。
じゃあ CM 行きます。はい、お願いします。じゃあ、うん、自分で名前を言ってもらいましょうか。あ、自己紹介ね。ね、うん、声がとっても綺麗ですね。いやー、やばいですよ。なんか透き通ってるね。今日ね、なんとね、お知らせまだしてないんですよね。この黒崎さんが来るっていうのが。Facebook ではさっき。あ、うん、ほら、そうそう、ギャラリーが来ているのって言ってるので。あ、そうかそうか、うん。実は誰も知らないんですよ。Facebook 見た人以外今。そうなんですね。はい。あ、横浜在住って。へえ。結構内地の人がツイキャスを見てくれてることが多いんですよ。あ、まあ、そうですね。そうなんですね。うんうん。なんかその内地っていう言い方もすごい。あ、確かにね。確かにね。内地。沖縄のことは何て言うんですか？沖縄って沖縄って言う。逆に地元の方を、うん、地元たちのことは何て言うんですか？内地に対して何て言うんですか？あんまり言わないな。沖縄とかウチナーとかは言ったりするんですけど、沖縄のことウチナーって言うんですよ、方言で。ウチナンチとか言ったり。あ、そうですね。なんか聞くような気がする。あ、でもなんかすごい卵のあれみたいなのが。防音ですね。防音ですね。先人の知恵ですかね。そうそうそう。うん、本当に意味あるんかいっていう、ちょっと疑問ではあります、ね。確かにですね。ちょっと気づいちゃった。こっちね、基地が近いんですよ。うん、だからよく外人さんたちも通ったりするんですけど。ね、すごい通ってますね。本当？見ました。だから外人さんばっかり通ってて。あ、本当。そうなんですよ。そっち広い通り通ってきたら、うん、そのお店自体もちょっとアメリカンな感じじゃないですか。あ、確かに確かに。だから外人さんばっかり、うん、むしろ普通の方あんまり降りてない。普通だけだ。確かにね。はい、10秒前。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。 FM 小座から生放送で漂流ラジオをお届けしています、うん、お相手は上条美希と平見田関です。よろしくお願いします。ということで、うん、ゲストさんがこのツイキャスたちの方たちはね、もう見えているんですけれども、さっきからこの美人誰なんでしょうかと。本当よね、みんな気になってるでしょう。はい、平安さんを中心に。はいはい、平たい、うん、平たい安い、いや説明よ。もうちょい言い方あるでしょうよ。ということで、自己紹介をそうですね、早速してもらってもいいですか。はい。もういつ声を出そうかと、もうすごいドキドキしてました。沖縄の皆さん、はじめまして、はい、先ほど東京から沖縄に到着いたしました、うん、普段女優として活動しております黒崎彩香と申します。よっよっ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、いいんですか、その沖縄についてすぐのこのラジオがこんなんで、ね、うん、はい、もうすごい楽しみにしてました。だってなんと私初ラジオですから。わー、えらいことになってきましたよ。これはえらいことになってきたよ。逆にこっちへのプレッシャーが今ビンビン来てると思うんですけども、これまあとりあえずそのラジオね、うん、聞いていただいてる沖縄の皆さんに、うん、まあその名前をとりあえず黒崎彩香さん、お伝えしていただいたんですけども、はい、今日来たばっかりなんですよね。そうなんです。本当に数時間も経ってないかもしれないぐらい前に、うん、先ほど到着しまして、まだ沖縄の街暗い状態でしか見てないんですよ。このお盆の最終日で、ね、今ね、お盆の真っ最中なんですよ、ね、そうなんですね、うん、それにもびっくりしました。そんなこと知らなかったので、旧盆でね、はい、うん、でなんかエーサーとかがもしかしたら通るかもしれないなんて聞いて。そうなんですよ ね、 そうね、まだかな、ね、そうね、もうちょっと遅い時間かなっては思うんだけども、うん、実際ね、今日本当はその9時過ぎぐらいの到着予定だったんでね、うん、そうなんですよ。だから飛行機がなんかうまく飛ばなかったみたいで、うん、前倒しで入られたと。はい、そうなんだ。そうなんです、うん、前倒しってどういう意味。前の飛行機で一本早く来た。そうなんです。はい、ごめんね、私遅刻しちゃってね。遅刻ではないですけど。そうですよ。そうだね、はい、どうですか、沖縄って初めてですか。修学旅行の時に来たぐらいです。本当、はい、あ、いいっすね。今ね、その時に出会えた。彩香さんね、23歳だって、はい、あ、そうなんですか、うん、もう修学旅行って最近だね。いやいや、もう一昨年ぐらいじゃないですか。わかんないですけど。
どうですか、高校生の時ですからね、うん、久しぶりに来た沖縄は、まあ、真っ暗さ、真っ暗か、まあでもそうだな、うん、でもやっぱり空港出た時は、うん、わあこのもわっとした湿気は懐かしいなって思いました。そっか、いいですね、うん、沖縄ね、この夜の沖縄も楽しみはいっぱいあるんだけれども、うん、そうなんですか、うん、たっぷり今日はちょっといろいろね、お話を聞いていこうと思いますんで、はい、多分ね、うん、普通の話はどっかでできんだろうから、恐竜ラジオっぽいこと聞いていこうかなと思うんですよ、ね、おどんな話だろう、ね、恐竜ラジオっぽいこと、恐竜ラジオっぽい、なんかどんよりするようなこと聞いていこうかなと思うんですよ。違う違う、そんなね、あの人々の心に明かりを灯すような番組ですよ。灯せたことある？まずあの、ね、やってる僕らがこうなんです、はい、あの一部の人たちからね、あご支援いただいてると、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、あやかさん東京で女優してるって言ってましたけども、はい、どんな活動してるんですか？最近あの私埼玉県出身なんですけど、はい、それでちょっとローカルに埼玉テレビさんの深夜のドラマちょろっとやらせていただいたりとか、うんうん、去年なんかはずっと1年間もう2月に1回くらいのペースでずっと舞台に出てました、うん、へー、はい、劇団チキンハートプロデュース3回公演、はい、それが一番最近、おのぞき、おのぞき、おのぞき、のぞき、のぞき、あ、のぞき、あ、のぞきに丁寧言っておのぞきって、おのぞきっていう、はい、そういうことです。はあ、ははあ、親切な感じですね。そう、親切にのぞく感じで。これはどういう物語だったんですか？それは、うん、もうそのチキンハートさんっていうのがコメディをやる劇団なんですね、はい、で、こうあれはなんだ、マンションだかアパートだかのこう、うん、2部屋こう舞台上にこうあって、うん、片っぽの人が片方の部屋を覗くっていう、うん、でその中でいろいろとちょっとあれですね、こちらが好きなブラックな感じの匂いがプンプンしますけど、これ似た方ですか、もしかして。でもコメディなんですよね。はい、コメディです。チキンハートさんすごいいろいろやられていて、うん、そこ の演出なさってる方が結構ドラマとかのこう助監督をなさってる方 で、うんうんうん、でそれでチャンスだと思って出させていただいて、もう爆笑爆笑の渦でしたね。タイトルだけ聞くとさ、うん、なんかエロい話なのかと思う。でもそうなんですよ、ね、実際それで私の役どころで言うと、うん、あの AV 女優の役だったんです。実際そういうシーンは、ね、マジで、あの残念ながらそういうシーンはなかったんですけど、まあまあまあそう、まあ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 、くるみちゃんという役で、あ、見たかったな、それ名前もすごいいいんですよ、そういうシーンがなくても、うん、お前気持ち悪いぞ、なんでよ、うん、やめろ。お前気持ち悪いぞって。そう裏で見せるブラックな自分と、ファンの人に見せるキャピーってした自分とっていう二面性のある面白い役でした。 AV 女優の二面性、はい、あ、面白いですね、はい、これちょっと役としては演じがいがあるあれですよね。そう、すごい面白い、面白い役でした。あやかさんって普段はこのタレント、女優、AV 女優ではないですよね。じゃないだろ。じゃないですよね。そうですね、うん、応援するましたら、ま、趣味がさ、趣味がいっぱいあって、はい、そうなのよ。少々さんお疲れ様です。お疲れ様でした。少々さんこのままバイバイ。いっぱい書かれてんだけど趣味が、うん、はい、いろいろ読書、はい、まあ読書はまあ皆さん結構されますよね、うん、乗馬、はい、するんです。水泳、水泳も、はい、大好きです。日本舞踊、はい、うん、始めました。そしてみこし、はい、おみこし担ぎます。これみこしが趣味ってどういうことですか、これ。ここ一番気になるんですけど。気になりますか、うん、いや本当に、うん、あの夏になったらおみこし楽しみに行く感じの、うん、あれ、あのニュースとかでお祭りの映像を見ると、うん、はい、確かに女性もこう担いでる絵はよく見るんですよ、はい、ただるんですよ。沖縄にはみこしを担ぐっていう文化がないんですよ、はい、あ、ないね。そうなんですか。お祭りでみこしがないんですか。ない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 。あ、お祭りイコール飲み会みたいな、なんかそういうふわっとしたイメージしかないもんですから、うん、そのみこしを担ぐ祭りっていうのがないからあんまりピンとこないんだよね。お祭りイコール飲み会はないだろう。そこ、あ、そう、甘いわ。あ、マジっすか。あなた結構お酒飲むでしょ。そしてあれすごい飲みそうな感じします。あのね、うん、いや面白いですね。じゃあその、うん、みこしを担ぐ、うん、今日は担ぐぜと。
担ぐぜとそういう感じなんですね。そうなんですよ。高校生ぐらいの時から始めて、高校生の時にあのファーストフードでバイトしてたんですけど、はい、そこにいた方がそういうおみこしの会に入ってて、あ、団体みたいなね、そういうのでね。そうなんです。で最近、うん、そのちっちゃい例えば地元でやるようなお祭りだと、うん、あの担ぎ手がすごく少なくって、もうみこしが倒れちゃいそうなんだみたいな。少なすぎて大変なんだ、あれ重たいしって。だからちょっと若いみんな集まってよって言って呼んでくださったのが始まりで、そこからハマっていたという感じですか。ハマっちゃいました。だからもう毎年毎年呼んでいただいて、それこそ浅草の三社とかも行かせていただくんです。いやいいっすな。みこし担いだことないでしょ、みきちゃん。ないですね。僕もないんだけど、あんなもんさ、あの、まあ、見てるだけだか分かんないんだけど、俺に担がせろ担がせろぐらいの集まり方だと思ってたの、勝手に。そう、本当におみこしは、うん、その祭りの規模によっていろいろなんですよ、うん、あー、はーい、いいっすね。見てみたいね、あれはさ、そういうのもね、なんで担ぎたいの。いや、だから参加してる感じがするんじゃないの。じゃあ担いで何か、何かが楽しいの。でもそうですよね、確かにその感じは最初私もありました。ただ参加してみて思ったのは、あの非日常がいいですね。こうお祭りのね、はい、雰囲気にというか、ちょっとまあそれこそ飲みながら、そう、飲みながらやる休憩所、休憩所寄るたんびにちょっとあの用意してくださった唐揚げとか食らいながらビールを飲み、焼酎を飲みそう、それで担ぎってやるんですよ。で担いでる間に、まあそれぞれ思い思いの掛け声を言いながらやるんで、それがすごいストレス発散にもなるし、わ、夏だな、息だなって感じになるんです。沖縄のお祭りもですね、あの、まあ、特に今日はあの旧盆の真っ最中ということなんですけども、エイサーっていう踊りがあるんですよ、でそれはあの太鼓、手に持つ太鼓だったり、大太鼓ってこう小脇に抱えるような大きい太鼓を、このバチという木の棒で叩いて、あの、もともとはそのお盆のそのご先祖様が帰ってくるときに呼ぶ用のこの時期のお祭りなんですよね。だけどそれが定番になって、今では結婚式でもやるし、その普通のお祭りでもやっぱり餌がないとちょっと閉まらないみたいな、そういうものになってきてるんですよね。そうだね、それに近いと思うよね、やっぱね、みんなでワイワイやるっていうのは、いいですね。ただだんだんこの彩香さんの口調から食らうとかね、と出てきてるんで、今のところ順調ですよ、みきちゃん。順調ですか。だんだん順調ですよ。あの漂流ラジオ具合出てますか。随分馴染んでます。はい、ね、こんな言うけどね、はい、意外と真っ暗だからさ、おい、俺の話はいいんだよ今。暗くてどんくさいからさ、あんまり気にしないでいいよ。それでさ、そのさ、さっき仕入れた情報なんだけど、このさ、つながりでいくと、カジノのディーラーでもあると言ってたね。そうなんですよ、そこ聞いてみたいのよ、なんと。そうなんです、最近はカジノディーラーの活動もさせていただきまして、あの、なんだろうな、例えば、こうやっぱり日本ではまだカジノってできないじゃないですか。そうですね、できないというか、まあ、あってもアミューズメントのお金をかけない健全なカジノなんですけど、そういうのをあの、例えば企業のパーティーですとか、結婚式の二次会とかでやられてるんですね。だからそこに呼んでいただいて、今はあの主にルーレットを勉強しながらやってます。あ、かっこいいな。かっこいいね。なんかあの映画とかのさ、イメージしかないんだけど、この似合いそうだ ね、 そうですね、とってもね。なんかちょっとなんだろうな、トランプみたいな感じの柄したチョッキをピシッて着て、で白シャツにタイトスカートで、あ、かっこいいね。はい、格好だけはね、すごい一丁前なんですけど、まだ駆け出しということで。これ練習するところがあるんですか、どっかに。そう、なんかそういうのを手掛けて、イベントを手掛けてる方のところがあって、まあ、倉庫なんかで練習させていただいたり、テキストをいただいたりして。すごいな。今でも学校もあるんですよね、カジノってね。そうなの。そうなんですよ、学校があるんですよ、ディーラーのための。このトランプ配りの方法みたいな教わるわけですか。結構いろいろなんか手先の動かし方だったりとか、まあ、もちろんルールとかもありますし。いやー、これ、まあ、そのカジノのディーラーってなると、あの、友達同士でやってるわけじゃないから、お客さん相手だから、手際良くないとなかなか向こうも。確かにね、まあ、言ってもその勝負事ですからね。もう来い来いみたいな感じでしょ。やっぱ長年やられてる方は、お客さんの盛り上げ方とか乗せ方も上手で、皆さんすごい楽しんでるんです。
うわこれでもさ、うん、まあ言っちゃなんですけど、この彩香さんみたいな女性が、うん、綺麗な女性がディーラーで立たれて、うん、例えばトランプパッパって配ってくれたら、うん、勝てそうな気がするんだよね、こっちからしたらもうそうなの、よしいける今日はみたいな、それ勝負よ勝負のことよ、張り切っちゃうよねそれね、逆に身が入らないんじゃないの、あそれもあるかもしれんな、まあ、経験がないので想像ですけど、特にとか言うなよ、そういう感じなんですねちょろちょろって男にも女にも騙されてから、あやろう男にもってなんだって、関さん今ね紐生活してるんですよ、してねえよしてねえよ、だからさどんな情報やかそれということなんですけど、沖縄にもさ、はい、なんかこのカジノができるっていう噂がさ あるみたいですね、ね、本当なのか噂なのかわからんけどいっぱいあるわけ、うん、この USJ の名護に沖縄バージョンができるとか、そうそう、それでさ今はさあっちの大きなあれなんだった、ホテトルじゃなくてライカム、うん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 、とっても大きな、はい、あのショッピングセンターができたんですけど、イオンのあれがね、あっちら辺に本当はカジノができるって噂があったんだよね、ですね、カジノを誘致しようっていう話はもう何年も前からあるんですけど、そうそうそう、やっぱりなかなかそのものがものだけにちょっと難しいところもあるっていうことなんですけど、まあでもいずれね、そういう何か大きな遊技場みたいなのができればね、うん、絶対楽しめると思うんだけど、ね、こういうなんか学校とかあるんだったらね、うんうん、楽しそうだね、いいっすね、このルーレットのこの回すんだろうね、うん、え何ですかこの喋り方え想像しながら喋るとこうなるんですか僕は、なるほど、でも意外とあのルーレット回すのが難しくって、うんうん、あそう、でもあれなんかシャーってやるんでしょ、はい、すげえふわっとしてたけど今、ま、このルーレットのこう数字書いたあれがこう回ってるじゃないですか、うん、でそこにこうボールを投げるわけなんですけど、うん、くるくるさせるのに、はいはいはい、あれがなかなかくるくる回ってくれないんです、あこの間練習してたらあの勢い余ってそこのルーレットのこの丸いとこから、うんうん、あの飛び出してどっかコロコロコロって飛んでっちゃって、そんなこともあるんだ、全員外れみたいな感じになっちゃうねそうなるとね、いや本当そうですよね、あれどこ行ったってなっちゃいますうわでもあれもなんかあんだろうね、きっとその何周回すぐらいがちょうどいい的な、なんか力みたいな、何周以上は絶対回さなきゃいけないっていうのが、あれさ上手い人になるとさ、はい、どこの番号に入れるぞとかできるんですか、よくそれやっぱりお客様に聞かれるんですけど、うんうんうん、あの長年やってる方に聞いても、うん、いやなんだかんだやっぱりこれは運なんだって言います、うん、そうだろうな、わからんよわからんよできるけど、うんうん、言えないだけかもしれない、ここはな、ここはそう言っとく方がいいのかわからんけど、どうですかね、すごいね、いやいいっすね、でも女優の活動しながらさ、はい、本当にいっぱいいろんなことを趣味で、また特技もね、着付けと英語の発音っていうのがある、そう英語の発音だけれども、はい、それはでも一応裏付けがありまして、ね、うん、中学校の時に私英語の授業大好きだったんですよ、うん、なんか小学校の高学年ぐらいの時かな、うん、あのお兄ちゃんが英会話教室行ってたので私も通うとか言って通って、でそこの先生が発音すっごいうるさい先生だったんですよ、うん、でなんかちょっと、私も負けず嫌いなんで、うん、もう絶対やったるっつってやってたらなんかあいいっすよいいっすよ、いいね、なんかそれなりに良かったみたいで、うん、で中学校入ってで、うん、弁論大会があったんですよ英語の、でそれで市の大会なんかでも毎年必ずトロフィーをいただきまして、まあ、県に行ったらもうさらに何だろうな、その弁論する内容とかも加わってくるんでまたいろいろ違かったんですけど、でもその時にもうあの学校に出てるあの子はまた今年も出るんだ、ちょっとダメじゃん私また負けちゃうじゃんみたいな、うちのおじいちゃんが剣道すごい人で、うん、県の剣道連盟にいたんですね、県の剣道連盟です、ややこしいけど伝わりました、でそれで、うん、他の中学校のよく一緒に大会出てた女の子が剣道部だからって、うんうん、あそこの学校のあいつがまた綾香のことを噂してたぞだって自慢げに言ってくれて、そういうのが入ってくるわけね情報がね、そうなんですよ、だからなんかそんな感じで、うん、そうおじいちゃんが自慢にしてくれるくらいのなんか英語の発音良かったみたいです、なんかやってもらおうかな、なんだろうでも何か、うん、ここなるとな、なんて言ったらいいの、なんて言ったらいいんだろう、今ね、じゃあ今一番自分が自信を持って発音できる英語なんだなんかその振りはすごい難しいな、あ、そう私振られるとダメなんですね、ほんと、はあ、じゃあ今ね、一応ね、せっかくだからメールアドレス言ってもらおうよこれさ
なんだろう、一応英語じゃん。じゃあまず1段階として、1段階まずはな、アルファベット、はい、FM 小座のちょっとメールアドレスを、 FM 小座の、はい、じゃあせっかくですから、こちらの番組のメールアドレスはこちらですみたいな風で、はいはい、よければ、はい、ラジオ FM 小座のメールアドレスは、うん、これあの7とか6とか言った方がいいんですかね。いいですよ、そんな感じで、そんな感じで、はい、FM 小座のメールアドレス761@fmkoza.jp、着メロにしたいマジで今時着メロにしたい、なんかドキドキするお前のはさ、はいはい、お前のはさ、これはなんかうまいとかどうこうじゃなくて、なんかね、あれだわ、ファンがファンのファンの気持ちバレました、ファンの気持ち、今の英語じゃなくてもよかったんですよ、僕は着メロの気持ちは、ということで一旦 CM です、はい、どんな、通りにカジノがあったよって昔。へえ。へえ。でもそう、アミューズメント専門のそういうお店もあるんですね。うん、もう常に常設であるようなところが。へえ。面白いよ、みこし系女子って言われてるよ。みこし担ぐ系女子面白いなって。自分で勝手に言って。あ、すごいビジネスナップ見てくださってる。まあ、なんですかこれ？はい。ビジネスナップっていうのを載せていただいたんですよね。あ、動画だ。動画もあって、Facebook のページと、お、違うよね、これ違うよね。ブスキップ。おー、すごいね。はい、ちょっと清楚な感じね。はい、3月とか4月とかじゃなかったかな。イエーイ。あ、3月か。ちょうどこの時に小野崎の告知しました。へー。芝居はいつからやってんですか？あ、おお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 、芝居は通算したら今5、6年目ぐらいです。ああ、そうね。ミキでもね、2011年まで東京にいたんですよ。あ、そうなんですか。うん、でもその時は、うん、このレッスンしてるだけで、あれはやってなかった、本番とかはなかったんですけど、うんうんうん、今日ね、朝5時56分にピューさんからメッセージ来てますから、朝すごい早い、やばいよ朝、すごいよね、朝5時50、朝の情報番組もここでやってるんですよ。あ、これか。それで朝おはようございますって来た時に、じゃあメッセージちょっと読んでいきましょうね。そうだな、はい、皆さん改めましてこんばんは。こんばんは。イエーイ、今日はなんと、うん、まさかの漂流ラジオに、うん、東京から女優さんをお迎えしています。わー、改めてちょっと自己紹介を、はい、改めまして、はい、東京から参りました、はい、女優やってます黒崎彩香です。はい、やっぱ声も綺麗だしさ、うん、いいや、お話が面白いね。いやー、もうこれはもうミキさん様様で、うん、ありがたいよ。できれば僕は今日は外で聞きたかったですね。あ、いや、外で聞いてこい。あ、違うから手を振っていただいて。そう言うなよ、そう言うなよほらね、いいじゃん。ほらね、彩香さんさ、ツイキャスでもさ、みこし担ぐ系女子とかさ、いろいろ書いていただいてなんか嬉しいですね。あのピンポイントで、うん、出た芝居が AV 女優の役だったっていうところを聞いた人たちは多分 AV 女優だったと思ってるかもしれないけど、この株式会社夢グループのね、プロデュースされてる今女優さんで、はい、さっきマネージャーのね、川崎さんが今うちの事務所で一押しだと言ってましたから、うん、すごい、うん、もう僕一押しの人に会ったことないですから今まで。マジか、ミキは、うん、ミキは上条家一押し。上条家一押しだったんですか。あ、そうだったんです、うん、あ、それは失礼しました、うん、全然気がつかなくて。一押しで出て行け女子。あ、出て行け女子、うん、なんだ出て行け女子、家から出て行け女子あ、そうっすか。いい加減出て行け女子ということでね、そんな黒崎彩香さんをお迎えして、はい、いろいろお話を伺ってますよ。いいですね。あのね、漂流ラジオ宛てにメッセージがいっぱい届いてますから、うん、はい、紹介していきましょうか、うん、一緒に読んでいきましょうね。まずね、朝5時56分に早起きいただきました。ありがとうございます。ピューさん、こう宮古島の方なんですよ。おー、宮古島から。ほんとびっくりだけど、呼んでいきましょうね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミキーねーねー、セイキさん、こんばんは。こんばんは。宮古の腐れ毛どピューですってお自分で言うのもおこがましいのですが、最近ワンの人気が上昇し、ワンっていうのは私っていうことなんですけど毎日帰りが遅い状況です。
先週は今日は漂流ラジオの日だからちゃちゃっと仕事を晩御飯して帰ろうと思っていたのに、うん、職場を出たのが23時、全然間に合いませんでした。今週も雲行きが怪しいので早い時刻に送っておきましょうねということで、それでハロ早すぎるわピューさんびっくりした。ミキ朝来てから、いやありがたいですね。でもね、朝起きてすぐ漂流ラジオのことを思ってくれてるわけですよね。嬉しいですね。もしくは夜勤明けとか ね、本当芸道ですよね、はい、ありがとうございます。ということで先日まで高校野球が甲子園で行われており、うん、ワンはできる限り沖縄代表である興南の応援に駆けつけました、うん、まあ結局全試合だったんですけれども、さあどういうこと、結局全試合だったんだけどさ、うんうん、どういう意味、全試合見たってことですかね。かな、あそうかな、うんうんうん、して応援に行くにあたり関係者には甲子園に行ってくると伝えておきました、うん、大概あんたの野球バカはくす筋金入りだねと呆れられていましたけどねまあ実際その通りなので、して応援から帰ってきて通常業務に戻ると多くの人からあんた最近見かけんかったけどヌーしておったかと聞かれました。うーん、ちゃんと説明してから行き、いけない私何かの分まで応援してきてよと写真まで渡された人からも同じ質問を受けました。まあそんなもんですかねこれからも人気を落とさないようにして漂流ラジオの生に間に合うよう縛りましょうねということで、お、ありがとうございます。宮古からいつもユーストリームとかで、うん、愛を感じますね。本当ね、多分さ、わからない単語いっぱいあったよね、きっと。はい、そう。突っ込みたくて、突っ込みたくてしょうがなかったんです。まあな、うん。そう、晩御飯してとか。おー、うん、晩御飯すっていうのは。お、パトカーだ。おうー、やばい、黒崎さんここです。はい、黒崎さんを。黒崎逮捕。あ、素通りしちゃいました。素通りしたか。よかった。晩御飯す。はい。宮古の正規さんね、おじいとかが宮古なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ、ねね、はいはい。両親もそうなんですけど。うん、な、晩御飯すなんで。晩御飯すはでも宮古の方言ではないですよね。晩御飯すっていうのはもうなんか盛り上げるとか やっちゃうぜみたいな、そういう系ですよ。だからちょっとかましたるぜみたいな、うんうん、そんな感じですか。そういう感じ、そういう感じ。そうそう、エイサーの話がさっき出ましたけれども、エイサー晩御飯していこうなとか、盛り上げていこうなみたいな。そうだね、そういう時、まあ、やっぱりそういう言葉に反応しちゃうわけですね、うん、自然にね、そうだね、やっぱりみこし晩御飯すね、あ、そう、そういうこと、そういうことです、そういうことですよ、そういう感じですね、今度行ってみてね、はい、ちょっと流行らせてみます、うん、私がみこしを晩御飯しますって言って、晩御飯します。ちなみにさ、みこしを担ぐ時はさ、はい、黒崎さんはいつもなんて言うの。私なんて言ってるっけな、うん、私はいつもあれなんて言ってたかな、ラッセーラーラッセーラーそういうこと言う。でも意外と定番のワッショイって聞かないですよね。え、言わないの。はい、あ、言わないですね、ワッショイワッショイって。私が今まで聞いて一番面白かったの、面白いっていうか、うん、まあ、意外と定番で皆さん言ってるんですけど、うん、ウーリーって言うんですよ。何それ何それ不思議なんですけど、ウーリーウーリーって担いでるんですよ。ウリって言ったらさ、沖縄ではさ、はい、おいとかはいとかみたいな意味ではない。そういう意味なんですか。ウリウリって言ったりするんだよ。何か意味があって言ってるわけじゃないんですけど、なんか言いやすいんですかね。私はアイサーとか、アイサーつって、かわいいなアイサーアイサー、そう、そう言って、まあ、身長低いんでぶら下がってます。着メロ、えあ、もういいかそれ、うん、もういいわあんまり面白くないかあ、またねありがとうございます、はい、続いて、はい、続きまして、はい、こちらかな、うん、ミキさん、セイキさん、こんばんは。お、今イケメンっていうのを躊躇したけどちゃんと書かれてますね。沖縄市のミンミンです、はいはい、今ウークイしてバタンキューしている私です。はい、頑張って乾杯したところです、ご先祖様は無事に帰ったかな。ミキさん、改めてお疲れ様、また書きますねということで、ミンミンさんからいただきました。ありがとうございま す。パトカー多いね。セイキさんはこちらですよということで、いね、お盆でね、今日ミンミンさん朝からさ、ごちそう作るって言ってから忙しかったって、うん、そうか、お盆はね、この今日のウークイというご先祖様をもう、あの世にも帰るっていう日なんだよ、うんうん、だからそのカッチーって言って、その料理をたくさん作って、うんうんうん、そのもてなすというか、そういう行事なんですよね。そう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 、うん、そうそう、ミミさんお疲れ様でしたね。お疲れ様です、うん、続いてラジオネームガンダムファイターアルコガラスキーさん、はい、よ、ありがとうございます眠いんですけど、うん、ミキさん受けるからユーストリームで見てますって。ミキさんはまだまだ純真無垢ですよということで、誰も何も言わない、そこのコメントは控えたいと思います、ね、今ちょっと黒崎さんがね、はい、空気音で拍手してくる
空気の拍手をでも心からできなかったようですね。違うそんなことないですよ。すごい心こもってました本当や、ね、あんまり今日寝てなくて酒入ってやばいっすよって。 お二人はお盆楽しんでますか、うん、セクター正規さんはアジクーターでいやっぽいですが、かわいい白仙人さん、あ、かわいい自由人さんはどんな読み間違いや。仙人になっちゃいましたか。どんなですかということで、うん、私のことかな。いや違うと思います、ね、かわいい自由人さん、まあいいか、どうでしたか今日はね。でも黒崎さんさっきこっち来たばかりだからね。そうだね、お盆のことも知らなかったからね、うん、そうそうそう、お酒飲んで。お酒はどうですかお二人は。私大好きです、ね、やっぱな。さっきスタジオ入ってきた時にさ、あれ飲みたいって言ってたよ、オリオンビール。そう、言ってたな。言ってた言ってた。いや、小座来た時もウィーって言ってたもん。嘘つけ。嘘つけ。飲んできたのか。嘘つけ。まずだってこう到着してこのラジオに出るにあたって、ご飯どうしよっかっていう話をしてたんですね。あ、まずはね。そう。で、まあ、来る飛行機の便も予定より早まったんで、これ来る前にちょっとどっか寄れるんじゃないかって話を最初してて、でもそしたらだってお酒が飲めないじゃんっていう嫌がる理由よ、はい、そうだから結局、まあ、時間も時間ちょうど、まあ、空港から直接行っていいぐらいになったねってなったんで、この後にゆっくりと飲ませていただきます。いいね、今日お盆だからさ、いい今さ、この親戚とかで家族で集まって、はい、終わった後に飲みに行ったり、うん、で、A さんもさ、今夜中からこうやって始まるんですよ、うん、ね、夜中っていうのにびっくりしました。そうなんですよ、そうなんですよ、このウークイという日は、その御前様が、うん、あの帰ってくる日で、そうそう、返す日なんですけど、うん、あんまり早く返すと、そうそうそう、なんでせっかく来てるのにみんな早く返すのみたいな空気があって、だからもうなるべくなるべく遅く遅くこのエイサーで盛り上げてゆっくり帰ってくださいねという意味もあるわけですよね。そういうことなんですね、うん、だから今日彩香さんもさ、この沖縄の幽霊の人たちと一緒に行ってから飲んでから怖いわ。ちなみに彩香さん幽霊見える人ですか。私見れないんです。なんかちょっとよく見れそうだよねって言われたりするんですけど、全然全くで、なんか逆に寂しくなるぐらい何にもそういうの感じないです。彩香さん、僕もなんですよ。僕も全くもう寂しくなるぐらい。ねえ、ほんと違うわ、マジで違うわ。あ、もう今日なんか見れないわ、右側見れないわ、なんかこの決め顔、いちいち今日決め顔だ、今日正規さん。あ、そうっすか、うん、あ、そうっすか。素敵な顔なさってる。素敵な顔なさっている。マジか。僕も愚装に帰りたいと思います。オッケー、エイサーと一緒にね、ウークイしましょう。ありがとうございます。ということで続いてお願いします。はい、続きまして、うん、トップバッターかな、これかな、うん、ミーキー、うん、正規、うん、なんでか、うん、ウークイのせいか、うん、シニチュラカーギーネーネー二連ちゃんやし、おお、後で説明しますね、うん、はい、一平かわいいさ、もう、うん、沖縄の小田あかねかと思ったぜ。誰だろう、わからん。ミキお風呂入ってんけど、うん、聞いてるからよ、うん、ごめんな、はいよ、うん、正規田舎。なんかこれ。なんだなんだなんだ、なんかこのメールこれ暗号のような、アゴベルトさんですね、はい、シニチュラカーギーネーネーっていうのはね、はい、とっても綺麗なお姉さんっていう意味です。黒崎さんのことね、今日ツイキャスで、ありがとうございます。今日のこの方ね、那覇ら辺だからね、ツイキャスで聞いてるんです。あ、そうなんですね。そしてこの前は私のこの芝居仲間の方でね、はい、山内千草さんをお迎えしたんですよ、うん、その時にだね、二連ちゃんで美しい人がって言ってるね、うん、なんでいつもミキ映ってるさ、うん、文句かも、ということで、でも毎回美しいですよね。本当だよ本当だよ。お、なんか言え、おい。今あえてコメントを控えていたところだったの。あ、お風呂はねいいですよ、ウークイだから、うんうん、気にしないで、ミキねどうせ匂いしないよ。まあ自由に見ていただいてということですね。ありがとうございます。ツイキャスもねいっぱい呼んでみましょうかね。来てる ね、あの彩香さん来てるよということで、うん、美人さん美人さんってタクバータンタンランランルーさんが来てる。なんだろうこれ。あ、嬉しい、ツイッターフォローさせていただきました。あ、本当、 ありがとうございます。ペッチョチョさんね、はい、あれだから、こんなあのエロいからね。そうなんですね。すぐだから、可愛い人とすぐだから、ペチョさん、うん、ということで、NUJ さんがさ、ウェイジョードのつながりが気になるさって言ってんだけど、
つながり全くなかったですね。なかったです。もう今日から、うん、今日からつながりってください。はい、あのさ、なんか言え。いや、あのその後僕にも来るのかなと。ないの、うん、ということで。そうそう、関さんのさ、フェイスブックとかもしかしたらあの、顔わからないはず。あまりにも決め顔すぎて。どなたですかみたいな感じですか。あれ、あなたどなたですか。あ、でもね、今日もしかしたらね、その顔に近い顔をよくやってるわ今日。気持ち悪い感じ。写真用の顔ですね。決め顔な、はい、あの、とっておきのな、お見合い写真な、お見合い写真な、お見合い写真な。あ、じゃあ募集中なんですね、お見合い写真で。もうそろそろ行かないとやばいな。人のこと言えるかいよ。東京の人がいたら。あ、母じゃないよ。よかったね。当てめて、やーとは違うばよってペッチョチさんが言ってる。おい。いきなりなんか、やっていうのはお前っていう意味ですね。当たり前、お前とは違うよって言ってる。おい。で、ツイキャス、あ、上条さん今日ね、ツイキャス映ってません。ね、うん、ちょっと私ばっかり映ってて、皆さん暇になっちゃうから。いや、いいんです、いいんです。いいの、いいの。いいんです、いいんですよ。このさ、後でさ、このユーストリームから、FM 小座の、はい、この、後でね、ユーストリームと YouTube から、過去の放送見れますからね、うん、ぜひ皆さんそちらでもお楽しみください。ということで、はい、今日さ、この沖縄に来て、うん、FM 小座に出てもらったのは、うん、なんでかなっていうのを聞くの忘れていた。そうなのよ、うん、この今回、うん、黒崎彩香さんが沖縄にいらした、はい、まあ、いろいろ告知などがあればとは思っておるんですけれども、うんうん、なんか沖縄でやってみたいこととかもしあればそういう系の話でも、うん、どうですか沖縄は、ね、沖縄もやってみたいこといっぱいありますね。まあ、うん、まずやっぱり女優やってるので、うん、映画祭で来たいですね。あの吉本さんの、この沖縄国際映画祭。そうだね、うんうんうん、そういうのも来たいですし、うんうん、あと最近私、うん、あの女優と言いながらもアーティスト活動も始めたんですね、うん、そう、歌をやり始めまして、はいはい、まあ、本当に今本当のやり始めの勉強中なんですけれど、うんうん、まあ、ちょっとイベントで前座で歌わせていただいたりとかして、なので、うん、まあ、ゆくゆくはきちんと自分のオリジナルの曲を出して、で、あの音楽祭みたいなのもあのこちらでやってるとのことなので、うん、それも歌いたいですね。いいですね。沖縄実はいっぱい、このさ、小座の町も音楽の町って言われててさ、はい、このバーとかロックのバーいっぱいあるんですよ、うん、結構そのイベントがもう毎週あっちこっちでやってて、ね、イベントがない週がないぐらいなんですよ、うん、この地区は。で、飛び入りなんかでね、うん、歌ったりするのが結構多くて、そこから出ていく人たちもいっぱいいますんで、うん、いる間になんかおすすめの沖縄のとか聞いてほしい ね、 ね、うん、いいっすね。この民謡なんかでもさ、このとってもいい人たちいっぱいいるからさ、うん、ぜひ楽しんでもらいたい。吉本のね、この番組の後に吉本の若手芸人さんたちのね、うん、番組があるんですよ。あ、そうなんですか。よって言ってから、よって、映画祭出たいよって言ってから、ね、出たいよって、ね、はい、それアピールしてからいいですね、いいよね。まあ、そうですね、小沢はあの吉本芸人の方、そうよね、あの映画祭に向けての新しい番組も始まってますんで、うん、あ、そうなんですか、うん、そうなんだね、うん、やってますんで、うん、絡んで、まあ、僕を通じて絡んでいただければ、全然それはもう気持ち悪いから、今いい決め顔しましたよ。そんなに力ある人だった？いや、全然ないです全くないです。じゃあ私もゴマをすりすり頑張っておこうかな。一応すっといてください。一応すぐ大丈夫だから、須崎、うん、さんすぐ OK だから、うん、そうですねありがとうございます、うん、あ、ペッチョチョさんがさ、はい、あの彩香さんギターもお上手ですねって言ってるけど、そうなんですか。やばいよ、もうこの1時間の間にいろいろ調べられてしまってるよ。ね、すごい。ギター弾くんですか。ギターなんかやってたの本当高校生の時で、ちょろっとだけ、うん、あの拙いギターで歌ってるのを YouTube に上げてるんですよ、うん、そう、わ、すごい。ペッチョチョさんも気持ち悪いね。そうやっぱりでもあの仕方ないんですよ。仕方ないか、やろうは仕方がないんです、こういうのは。こんなにいっぱいさ、趣味といえどもいろいろ多彩ですね、ほんとね、うん、ほんと何でもやりたがりですぐ手出すんですよね、うん、いいことだ。そう、でもそんな中でも何が一番自分が興味持って続くかなと思って、結局、うんうん、ちゃんと続いたのがやっぱ芝居なんですよね。それで女優頑張ろうと思って。どうですか、また沖縄にいらしていろいろ周知活動もされながらと思いますけれども、向こうに戻ってからもまた今後の活動なんか、これからの予定なんかもありますか。これからはその、うん、近々だとそのアーティストとしての活動ですかね、9月に入ってから、うん、あの
ショッピングセンターで歌わせていただくんですよ。はいはいはい。私も一応前座なんですけど3曲ほど歌わせていただいて、うん、で今はまだオリジナルっていう段階まで行ってないのでカバーなんですけど、うん、その日はあの最近今井美樹さんとかすごくハマってしまって、私は今ちょっと黙っててもらえますか、皆さんでも本当にプライドとかも大好きですし、そう今井美樹さんだったりとか、うん、あと何歌う予定だったかな、うん、ザードとか、いいっすね、もう僕らの世代ドストレートじゃないですか、はい、そうショッピングセンターなので、うん、まあ、子連れ の, あのお母様方とかもいるんだろうなと思って、うん、まあ、あのザードだったら、うん、マイフレンドとか、ね、スラムダンクのこう主題歌だったりしたので、はいはいはい、あうちのお母さんそういえばスラムダンクよく見てたななんて思ったらそういうのいいのかなってやべ、お母さんの方が僕年近いかもしれないですね、心配になってきたな。この内地とかさ、この東京埼玉いる人いっぱいいるからさ、はい、あのツイキャス聞いてる方なんか、はい、ぜひ彩香さんね今後の情報あのやってから、はい、見に行って応援してくださいね、はい、ということで最後にタロットカード引いていいね。そうっすね、なんでそんなあやかさんをやけくそな感じで占うぞということで、みーちゃんここ大事だからね、手作りで、ね、いっぱい作ってんですよ、ね、すごいここすごい、そんなタロットカード初めて見ます。あどうすかどうすか、これねとってもいい流れが来ているっていう、マジか、このカードがだけど物質欲に気をつけてっていうカードと、あら、あとねとっても夢をさ頑張って自分の夢に向かって手を出している、あの手を伸ばしている女の人がいるからきっと本当に頑張ってるんだろうなっていう。で一番気になるのはこっち、なんかさ過去にさとっても思い出にとっても浸っている人のカードが出たんですよ。過去の思い出ってなんだろうな、なんかさこの自分の頭の中の世界にとってもさ居心地がいいっていうか浸っている人のカードが出たんだけれども、最後に意味深なカードが出ましたね、意味深ですね私あんまり思い出に浸らない人なんですよ。本当、そうだからなんだろうな、うん、なんだろうね、まあでもこれエセタロットなので気にしないで、うん、いいですね、うん、さああっという間の1時間でございましたけれども、うん、あっという間でしたね。そうですね、どうでしたか、あの修学旅行ぶりの沖縄で初めてのラジオということで、ね、え本当すごい楽しかったです、よかった初めてのラジオ昨日来れて、あ初めてのラジオが僕でよかったです、本当にありがとうございます。僕じゃねえ一人のラジオみたいにしてこいつね、いつもはねこれは僕のラジオじゃないからミキさん自分で勝手にやってって言うんですよ、うん、今日自分のラジオにしやがって発狂だなマジで美味しいとこ持っていきましたね、うん、ということで皆さん、はい、ぜひね黒崎彩香さん、はい、いろいろよろしくね、はい、誰だお前ということで今日お相手は上條美希と伊良見奈誠希と、はい、黒崎彩香でした、ありがとうございました、ありがとうございました。